月とすっぽん同盟通称言われるぐらいのそんな感じだったんですよ。おいのちいつかやる広助副社長歴史参戦シリーズありがとうございます。はいはい、いつも通りね。うん、今日のテーマは何ですか。え、あ、俺、あ、そう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 、お前に任せてるんで、今日は今回はですね、あ、いや、影の盾役者でございます。あー、なるほど。もう影から縁の下の力持ちみたいな。そうそうそう、この人が目立ってるけども実はこの人の活躍あってみたいなね。あ、そう、でも俺あんまないよ出た。あ、そう、じゃあ黙ってろよ。いいのかよ黙って。まあとにかくやってみますか、じゃあ。じゃあ誰からいきますか。はい、はい、ひろすけでございます。はい、だ私が紹介するのは、柴五郎さんです。柴五郎、柴五郎、そうそうそう、この人すごい人で、まあ明治時代の人物なんですけども、はい、軍人さんで、当時ね、日英同盟っていうのを日本とイギリスは結んだんですよ。はい。はい。まあ日英同盟、まあざっくり説明すると、日本は日清戦争っていうので、清に勝って朝鮮を影響下に置いたわけなんですよ。うん。なんだけども、ロシアは南下して勢力を拡大したい、そういうふうに目論んでいたわけなんですね。はい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 、南下政策みたいなね。そうそうそう。で、当時の覇権国のイギリスも、ロシアの拡大を恐れて、日本もロシアが南下されたらめんどくさいなと思ってたから、まあ利害が一致して同盟を組んだのが日英同盟なわけなんですよ。はいはい。で、これなんだけども、ある意味奇跡的な同盟でもあるのよ。この時の日本は、まあ、近代化したばっかで、言ったら他の諸外国と比べたら鼻くそみたいな国なのよ。はいはい、もう生まれたての小鹿みたいなね。そうそうそう。うん、で、一方イギリスは、いろんなところに植民地を持っていて、もうどこも同盟しないぐらい、もうそれだけ強かった、もう栄光ある孤立って言われるぐらいの国だったわけよ。はいはいはい、もう帝国、世界帝国みたいな。そうそう。だから日本とイギリスの同盟っていうのは、もう本当に月とすっぽん同盟って通称言われるぐらいの、そんな感じだったわけよ。だから、その、邦画とハリウッドみたいな。そう、ありまあお互いのメリットがあってイギリスも同盟は組んだんだけども、それ以上に日本の成長を期待するある出来事が一つのきっかけになってんだよ。うん、それが義和団事件。おお、まあ、この義和団っていうのは外国人やキリスト教会に入っている奴らを排除しようっていう、まあ反乱軍みたいな感じなのよ。うん、清が日本に負けてからその弱みにつけ込んで諸外国が清の領土を摂取したせいで、もう不満が爆発したわけですね。あ、そうそう、もうハイエナのように群がってきたんだよ。そう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 。で、この義和団が暴れることになるんだけども、まあ最初はね、清も止めようとしたんだけど、その勢いがすごかったから、これええやないかっていうことで、清がね、諸外国に宣戦布告して協力体制を取ったわけですね。うん、それで北京にある数カ国の公使館の周辺を包囲して、もう籠城戦状態に入ったわけですね。で、義和団側は数十万ぐらいいて、こっちはね、まあ、数千人いたんだけども、ほとんど民間人で、戦えるのはもう数百人、まあ、言ったら400人ぐらいしかいなかったわけです。おー、大ピンチだ。うん。で、各国もね、なんとか援軍を送ろうとするんだけど、まあ、義和団に邪魔されて、いつ来るか分からない状態なわけよ。はい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 。もう、公使館に子供とか老人もいて、もうその状態に震えるしかなかった。だけど、そこで活躍するのが、この柴五郎なのよ。おー、出た。この時各国の軍人もいたんだけども、お互い言葉が分かんなくて、まあ潤滑に進まなかったわけですよ。ああ、意思疎通ができなかったと。そうだけど、柴五郎はもう各国の言葉をまあ喋れたことで、もう兵の指揮や行動を潤滑に進めて、部下や義勇兵の防衛にうまく取り組んだわけなんですね。おお、この時の活躍はすごくて、義勇兵の言葉が残ってんだけど、俺は今すぐ柴五郎の奴隷にもなっていいっていうぐらいのことは残ってんだよ。はいはいはい、もうそれほどカリスマ性を発揮したと。そう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 。おーおーおー、まあそんな感じでうまくまとめたことで、彼は2ヶ月の籠城戦を耐え抜くんですね。おお。うん。それで多くの諸外国が援軍に駆けつけたわけなんだけども、この混乱に乗じて金を盗んだり暴れ回るやつも結構いたわけよ。無秩序にな。そうそう。だけど日本はね、ほとんどそういうことをしなかったわけですよ。で、シバゴロと共に戦ったマクドナルドって人がいたんだけど、うん、もうシバゴロに惚れて、その後日本のやり方も素晴らしいなってことで、もうイギリスに戻った後に、もう日本と同盟組みましょうよってめちゃめちゃ説得したのよ。はいはいはい、もう好印象だったと、あの人は。そうそうそう。で、それで、まあその越境もあって、日英同盟っていうのが成立したわけ。おー、じゃあ同盟に大きく貢献したわけだね。そうそうそう。これね、今度がっつり解説やるんで。ああ、まあそれはいいや。いや、ここで喋るのもったいないし。言ったら、これね、すぐやります。じゃあ何で喋ったんだよ。もう、思いつかなかった。ネタ切れかい。じゃあ、社長でございます。はい。僕が紹介するのはですね、うん、その近世ブルボン朝フランスで絶頂期を迎えることになった、あの太陽時代。はい、はい。その時に活躍したコルベールを紹介したいと思います。コルベール。コルベール。コルベールって言ったら、有名なのよ。重商主義を取ってフランスの、うん、まあその経済を保護したみたいな感じで教科書に載ってる。載ってる載ってる。あ、そうなんだ。うん、
じゃあなんで有名なのに影の立役者かっていうと、この人の前にフランスの宰相にマザランっていう人がいたんだけど、その時にもう影の立役者だったのよ。もう影から支えた人なの。ああ、もうすでに影だったんだ。そうそう、そこから表に出てきた人なのよ。ああ、なるほどね。その影時代をちょっと紹介したいと思う。で、このコルベールって、その商人の家に生まれて、そのフランスの国家の官僚になるの。一官僚。うん、でもこの人めちゃくちゃ書類を作る才能であったり、事務能力、あと会計能力がめちゃくちゃ高かった。ああ、なるほど。で、その当時の宰相であるマザランっていうのは、もう巨大な権力と力を持ってて、で、言ったら富豪なのよ。ああ、もう大金持ちだ。金持ちである。ただ、その財産っていうのがあまりにも多くて複雑だったから、いくらあるかって分かんなかったの。ああ、なるほど、ね。これいくら持ってんだみたいな。もう贅沢な悩みやな、おい。その時に出てきたのが、その一官僚だったコルベールなの。その、お金だけだったら分かるじゃん。数えれば。他にも、要は、美術品であったりとか、ダイヤであったりとか、うん、あと自分の領地に持ってる設備であったり、施設のレンタル料であったり、使用料であったりとか、うん、お金を貸してたんだけど、それの利息の支払い金であったりとか、うん、あといろいろな産業に投資してたから、それの見返り金もいくらかあるかっていうのも分かんなかったの。要はそれら全部計算したらどれぐらいの資産になるかっていうのが分からなかった。コルベルはそういったお宝であったりとか、金を生むその書類みたいなのをまず集めるの、うん。集めるのにめちゃくちゃ時間かかったんだけど、多分。で、そこから、財産を計算したり、あと契約書とか請求書とかをもういちいちこう一つずつ計算してって、うん、持ってる産業であったり事業であったり領地で生まれたお金っていうのを全て計算して、うん、取ってなかった収入っていうのを発見して言ったら取り立ててったの、うん、新しい収入源すら発見したりとかしてる。なるほどね。そういったものを複式簿記でまとめて書類にして整理整頓してファイルにして、それをマザランに提出したの。ドンっつって、うん。で、そういったコルベールの活躍によって、最初はね、マザランの、その現金っていうのは800万リーブルだったの。うん。それが3年後には3500万リーブルになってたの。それすごい。いや、これって、フランスの、要は国家総収入の 1.5 割なの。おぉ。もう、莫大すぎる金なの。まあ、それだけマザランが持ってたっていうことでもあるんだけれども。で、このコルベールっていうのが、もう、計算なら私に任せてください。数字強いですよ。みたいな、そんな感じなの。メガネかけてんだ、そもそも。いや、かけてはないけれども。カウントダウン TV でさ、真ん中のやつこうやってなかった。お前、懐かしいな、お前。まあ、とにかく、まあ、計算、まあ、な、お金のこととかも、ズケズケ聞いてくるから、いけつかない感じだったのよ。うるせえ、こいつって感じだった。マザランも、こいつ好きにならねえ、そんな感じだったの。でも、いざ仕事が終わって、そういったその結果を書類でバーンって出された時に、はぁー、こいつ使えるーってなった。見やすいーってなったんだ。見やすい、もう手放せないこいつってなったの。そうなんだ。で、あまりにもコルベールが使えるから、マザラン、もう俺だけじゃもったいねえということで、うん、マザラン死ぬ時に、ルイ14世に、こいつ側近に置いてくださいって推挙するんだよ。なるほどね。で、そこから本当に一官僚から表舞台に出てくるわけ。じゃあもう数字の天才から、そういう風に英雄になったわけ。そうそう、本当会計だけで成り上がったみたいな感じなの。うん、で、そっからコルベールっていうのはルイ14世の財務総監になって、フランスの会計と経済を支えることになるんだけれども、まあ、いずれ彼は死んで、その死とともに、この会計システムっていうのを失われることになっちゃう。で、この会計っていうのはしっかりしてないと、横領とか汚職であったりとか、まあ、いろいろお金が汚くなっちゃうわけよ。変なとこ。昔も今も変わりませんよ。流れちゃうの、うん。で、そういったもので、まあ、財政っていうのが、こう、逼迫していくわけでございますよ。はいはい、コルベールの影の立役者は大きかったと。話でございます。じゃあ、ピロスケでございます。さあ、私は影の立役者といえばこの人しかありません。俺か。うるせえ、黙れ、殺すぞ。殺されちゃうよ。誰よ、誰よ。俺も辛辣すぎる言葉がパッと言っちゃう。悪かったな。いいよ、いいよ。中岡慎太郎ですよ。おお、中岡慎太郎。そう坂本龍馬と一緒にやってた人だね。あ、まあ、友達みたいなね、イメージあるけど。はい。薩長同盟を結ばせた、まあ、立役者って感じなんだけども、うん、この薩長同盟ってやっぱ龍馬のイメージすごい強いじゃん。あ、まあ、そらそうだ。あ、中岡慎太郎なんかおまけっていう印象すごいあると思うんだけどね、うん、そんなことないのよ。
はい、まず板垣退助はある面では龍馬より優秀だし、西郷隆盛、木戸隆義と張るほどの人物だと評価してるし、はいはいはい、で維新の記録では長同盟の成立は中岡慎太郎だろっていうぐらいの記録残ってるんだよ、すでに。あ、評価されてるよね、中岡慎太郎ってね。そうそうそう。じゃあ中岡慎太郎何をしたかというと、まず長州って幕府と戦をしたりとかするわけじゃん。まあ、禁門の変だったりとかいろんなことするんだけども、なるほどね、はい、それに参加してる中岡慎太郎で、まあ、長州の関わりはまず龍馬より深いわけよ。はい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 。それで多くの脱藩浪士っていうのは長州に流れたりとかするんだけども、もうとにかく数が多くてまとめきれなかったのよ。うん。でそのまとめ役を買って出たのが中岡慎太郎なのよ。はいはい。じゃあ脱藩浪士たちのリーダーみたいな。そうそうそう、リーダーだった。で長州が禁門の変でやられたりとか下関戦争でやられたりとかして、まあこのままじゃやばいということで、長州と薩摩を結ばせようっていう薩長同盟を思いつくのよ。はい。で、この思いついたの、龍馬より早いのよ。おー、ワイが先やで、みたいな。そうそう。だから、これを結ばせるにはどうしたらいいかってなってる時に、龍馬引き込もうって引き込んだのが実は中岡慎太郎なのよ。はいはい、主導は中岡慎太郎だった。そうそうそう。だから、龍馬っていうのは明確に言うと中岡慎太郎に乗っかったに近いのよ。うん、ついてった。じゃあなんで龍馬が薩長同盟を結ばした主人公ってイメージついたかって言ったら、まあ西郷さんと桂小五郎が兄弟あって、その階段で最終的に薩長同盟ってのを結ぶのよ。はい。はい。その階段に中岡慎太郎いなかったのよ。ああ、だから本番っていうか歴史的その場面にいたのが坂本龍馬だった。そうそう。まあその締めも、まあ龍馬の活躍でなんとかなるんだけども、まあそれが目立ちすぎたせいで、龍馬だろみたいなイメージついちゃった。で、中岡慎太郎が生まれた土佐藩っていうのは幕寄りだったのよ、考えは。うん。まあ、薩長同盟のせいで時勢が一気に変わったから、もう弱体化するわけですよ。うん。中岡慎太郎はその弱体化を阻止するために、薩摩密約っていうのを薩摩と結ばせるわけですよ。はいはいはい。まあ、必ず薩摩に土佐は協力しますよっていう密約を確立させるわけ。はい、はい。だけど土佐っていうのは幕側の人間だからさ、普通は信用できないじゃん。うん。だから中岡慎太郎は、俺が薩摩の人質になってもいいから結んでくんないかってお願いするの。ほう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 。そしたら西郷さんは、あんたのことは信用してるからそんなことしなくていいよって言われるんですね。あー、うん、もう全幅の信頼を寄せてたんだ。うん。で、維新後も、まあ、薩摩召集ほどじゃないけども土佐も維新後にちゃんとしたポジションを確立するわけですよ。はい。ただこの確立っていうのは中岡慎太郎がなかったら成立しなかったわけ。おー、それで倒幕派が力をつけたということで、中岡慎太郎は釘の力も必要だということで岩倉東門に会うわけ、うん、でそこで話し合ったのが王政復興の話なんです。だから王政復興の大号令出すじゃん、うん、まあ、岩倉東門が中心に出すんだけど、この根回しとかっていうのは中岡慎太郎すげえ関わってるわけですよ。ああ、本当は縁の下の力持ちというか影の立役者というか。そう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 。だいぶ再評価今最近されてるから、あ、うん、今後目立ってくんじゃないでしょうか。ピロ予想、ピロ予想出た。はい、ということでございます。はい、ということで3世でございました。いいよ。はい、あの僕ね、人物解説をメインでガッツリ解説やるんですよ。で、あなたは戦術かもしれないですけど、うん、で、三戦って人物解説やるじゃん、うん、だから俺ネタ切れの消費半端じゃないのね。どこでも出してここでも出すみたいな。いや、三戦やったやつ別にやればいいじゃん、長期長期長いバージョン。そしたらさ、見た見た見たってなんか言いそうだ。やだね、それがありそう。それはありそうだな。ファーストインパクトにかけるというか。でもやるんでしょ。まあ、島五郎は絶対やるから。はいはい、じゃあそれじゃあすぐやるから。わかったわかった、楽しみにしておきます。はい、うん、まあ、ということでね、まあこういういろんな解説もやりますので、はい、はい、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォローよろしくお願いします。